シフィック相和さんのブースにやってまいりました。木島さん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。さあ早速ですが、御社どのような展示をしているのか教えてください。はい、今回フーマジャパンで弊社が展開させていただいているのは ABB テクノフィルターという商品です。はい、食品業界で昨今異物混入防止がますます重要性が高まっている中で、さまざまな金網であったりワイヤーフィルターといったストレーナーある中でもそれとは一線を画す商品を提案させていただいております。はい、一線を画すということですが、それは御社ならではの技術というのがあるということですか？はい、日本で唯一弊社は電子ビーム穴け加工機を保有しておりまして、その電子ビームを応用してストレーナーを製作しております。これはかなり特殊なものなんですか？はい、電子ビームは高いエネルギー収束をビームに収束させて短時間かつ局所的にステンレスの板にエネルギーを照射させて熱加工していく穴あけ加工方法です。ではその EBP の特徴は何なんでしょうか？はい、2点挙げられます。はい、1つがステンレスの厚い板に穴を開けられること、2つ目が穴の断面正常がテーパーになるということです。はい、これらのメリットというのはどういったことが挙げられますか？はい、この2点の特徴を生かしたメリットというのは、まず1つ、厚板に穴を開けられるということは単純に強度が高いということです。強度が高いということはストレーナー自身が破損してストレーナーから異物が出るということを防ぐことができると思います。また強度が高いということはストレーナー自身の構造もシンプルにすることができますので異物が滞留しにくいというメリットもあります。2つ目、テーパー正常によるメリットなんですけれども、穴のテーパーになることで穴径が小さい方でゴミを補修し、逆に広い大きい方の穴から逆洗浄することでゴミが簡単に流すことができる。またテーパー正常の平滑な形状になっておりますので、はい、穴の中に異物が滞留するということも避けられます。ですので非常に高いサニタリー性を持ったストレーナーが提供できます。ではそんな御社の技術を使ってどのような製品があるのか教えてください。はい、主に我々が提供させていただいているのはこちらのようなインラインストレーナーと呼ばれるものです。はい、既存のハウジングに沿った形状に設計して提案させていただいております。我々のスクリーンは電子ビームを穴あけ加工したステンレスの板を溶接し組み立てています。そのため食品業界ではサニタリー性が重視されるので、航空業界で仕事をされている溶接業者さんの方にお願いをして非常に完成度の高いものを提供しています。特にこちらのようなバスケットタイプのフィルターなんですけれども、紐出し加工と呼ばれるようなリブとはまた別な形で耐圧を強度を高めるような施工方法も行っております。はい、こちらの製品なんですけれども、はい、何でしょう？こちらステンレスの板ではなくて一般流通しているパイプに穴を開けて超高圧の環境下で使用できるストレーナーを展開しております。板厚4ミリのパイプに穴加工を行っております。はい、またこういったストレーナー形状に加えてこういったディスクタイプのフィルターも提供させていただいておりまして、はい、こちらのディスクタイプであれば最大条件にもよりますけれども穴径の10倍の板厚まで穴を開けることができます。ですので非常に耐圧高圧化における環境下でもご使用いただけるものを提案させていただいております。ということで木島さん、御社は独自の技術を使ってさまざまな業界やニーズに対応されているんですね。はい、この電子ビーム穴あけ加工を応用したストレーナーは特に食品業界で使われる非常に高い安心安全を守るというのが一番マッチしている製法だと思っております。はい、これまで納入させていただいたお客様からも高い信頼性を得ております。自信を持ってご提供していきたいと思います。木島さん、ここまでありがとうございました。ありがとうございました。